らを裏にいった小児と大友が後ろから攻めてくるとは。立石、十郎、ここで死んではならぬ。菊池に帰り、わしの代わりに帝のために働いてくれ。父上を見捨ててどうして菊池へ帰りましょう。私も共に討ち死にします。どうか私も。それはならぬ。二人とも生きてわしの悲願をついてくれ。天下のためぞ。よく見るのだ、あれが父上の首だ。戦いに負けるとは、かくもむごいものだ。私が大人だったら父を死なせずに済んだのに。ここで足利軍の動きを止め、騎馬隊でとどめを刺す。よし、今だ。騎馬やりたい突撃だ。今より後、子孫七代にわたって菊池に弓を引かぬと誓ったはず。あの誓いはどうした。増用は構わな。竹光と神野を狙え。死族だ、進め。大将を倒した方が勝ちじゃ。矢などわしの鎧には通じぬ。